はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもこれまでに400冊以上の本についてレビューを行ってきましたで。よろしければチャンネルページに再生リストが作ってありますのでそちらからご覧いただければと思います。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますのでよければお使いください。 で今日ご紹介する本はこちらの「内向的な人のためのスタンフォード流ピンポイント人脈術」というタイトルの本になります。で、えっとまあ、タイトルの中でまあ注目すべきはですねこのの内向的な人のため とというところろとととと人脈術というとここでですねでえっと、まあこの「スタンフォード流」っていうのは結構最近「ハーバードの」とか「スタンフォードの」っていう、えー、まあタイトルをつけるのが流行ってると思うんですけどもまあこの著者の方がですねまあスタンフォードに、えーまあ、おられた方ことがあってで今はあのハフポストっていう、えーまあ、そのハフポ ストの日本版の編集長をやられている方だそうです。なのでまあスタンフォードという風についています。ですがまあ個人的にはですねこの内容自体はまスタンフォードがどうこうっていう話じゃなかったかなという感じはしました。まあ、あのあくまで海外でも経験した内容を踏まえてお話をしているというような内容でした。 でえーとまあ、どういった内容の本かというとですね、まあ、端的に言うと、まあ、そのこれまで内向的だというふうに言われてきた人たちというのはこの人脈というものについて、えー、なかなかうまくその、まあ、向き合っていくことができなかったと。なんだけれどもこれからはです、ね、その人脈というものの考え方が少し変わっていくんじゃないかとでより内向的な人でもこの人脈というものをうまくうまくというかあの適切に使って仕事を進めていくことが重要である。 じゃないかというような内容でした。で、どういうことかというとですね。まあ、これまではですね。その人脈というと、あのー、非常に多くの人とまあ、ガン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 こう。例えば飲み会を。を たくさんするとか会食をたくさんするとか接待をたくさんするとかですね、まあ、そういうような活動を、えーまあ、意味してたと,で、えー、となぜそういう活動が重視されてきたかというと,、えーとまあ、基本的に会社っていうのは、まあ、ヒエラルキーがあってピラミッド構造になっているとで自分がまあ他者から評価される方法としてはやっぱり上の人に評価をしてもらわないといけないとでそうするとどうしても偉い人に、えーまあ、顔を知ってもらってその人にまあゴマをすってですね 気に入ってもらうとでそれを繰り返していくために、えー、繰り返して人脈を広げていくんですけれども、まあ、そういう方法でないとですね自分の,、まあ、あの持っている能力を発揮したりとか、えーまあ、誰かに顔を知ってもらうということが、まあ、なかなか難しかったんだということが書いてあります。だけれども今っていうのはですね例えば今この YouTube なんかまさにそうですけれどもあの私は今顔は出してませんけれども私が思っていることっていうのを、えーまあ、瞬時にですね世界中の日本中の方々に えまあ届けることができていますで。こういった世の中になってくると,、えーとまあ、そのこれまで人脈というふうに言われていた、えー、まあその人脈の作り方考え方っていうのがまあガラッと変わってきて、まあ、より具体的に言うとです、ね、あのこういった YouTube 等のメディアであったりとか SNS YouTube がちょっと SNS に入るのかどうかちょっと私分かんないんですけど、えー、まあネットワーキングって言ってももういいかもしれませんね、まあ、そういった、えー、まあツールを通じてですね自分が本当に好きな人だけと付き合うことができるようになってきたと。 でそれがその内向的とこれまで言われてきた人たち、まあ、あの今でも内向的というふうに言っていいと思うんですけどもその内向的自分の、えーまあ、考えを強く持っている人とかまたそれを、まあ、あのなかなか気軽に他者に対して表現できないような人たちでも、えーまあ、今言ったようなツールを通じて人脈を獲得することができると。でその人脈っていうのをこの本の中ではピンポイント人脈術というふうに言っています。 でえっと、具体的にそのこの本の中でその人脈を、まあ、作る方法について、えー、ポイントとして7つ挙げられているのは、えー、1つ目まずは人人の好きな人を見つけるこれは、えー、と自分がそのどういった人たちと付き合っていくと心地がいいのか自分がどういう人間なのかっていうのをこう深く理解している内向的な人だからこそそれを整理して、まあ、自分がどういうふうにありたいのかっていうのを整理するということですねで2つ目の、えー、ポイントは運でもね。 とかそうは言っても、まあ、この本の中ではイエス・バット いいう,ふうにまあ書いてあったたりももしたんですけれどっ、えー、と,となく人の話をこう肯定するような聞き方をしてるんだけれども結局いやーでもそれ違うんじゃないっていう人がまあ一番つまらないと一番こう話の腰を折ってしまったりこう何かこう物事をやろうとする時にうまくいかないそのブロックになってしまうんだとだからそういう人たちとまああの距離を置くというのが2点目で3点目は名刺交換ををせずに会話を始めるということでこれはあのこれまでの人脈形成術だとやっぱり名称をたくさん配って 使って知ってもらうというのが大事だったんですけども、それに頼らない方法としてまあ、人脈を作ろうというようなアプローチで入っていくということで、4つ目は自分だけのビジネスコーチをつけるということで、これはですね。そのまあ、やっぱりそのより自分が内向的で普段考えていることを理解してくれる人を見つけるということで、5つ目が抽象的な話で会話と思考の幅を広げると。 いうことでこれはちょっと今すぐ思い出せないんですけれども、まあ、要は自分が考えてることをですね、えー、とまあ、あの広げてあの思考の幅を広げていこうとするときに具体的な話になってしまうとまあその解釈の幅が狭くなってしまうというような内容だったと思います。であとは紙とペンを使って引き付けるっていうのが6つ目。 ですね、でこれはまあちょっとより具体的かなと思うんですけれども、あのー、実際にポストイットとかにです、ね、アイディアをこう書いていってバンバン話を進めていくと自分が思っていることっていうのをより具体的に 相手を引きつけることができるんだと、まあ、ちょっとテクニカルな内容ですねで最後7点目はですねこれはまあどういうことかというと,、えー、とそのこれまではですねそのまあヒエラルキー構造の中でまあ派手にこう仕事をバンバンやってる人っていうのが重要なキーパーソンとして理解されてきたんですけども,もうこれからはそういうやり方ではなくてちょっと人と違うことをやってるとか、まあ、不良 っていうふうふに言ったんですけども、まあ、何かこれまでの、えー、あり方っていうのを否定して破壊しようとしているような、えー、変革者っていうのを見つけることが、まあ、キーポイントですとでそういう人たちと、えー、こうピンポイントでつながって、まあ、もちろんその自分がやりたいこと内向的な自分が考えていることと一致するっていうのは大前提なんですけれども、まあ、そういった方々と人々と、まあ、結びついていくことで、えー、こう自分を、まあ、実行力自分をなんていうのかな前にこう進めていくことが できます。というようなことが書かれていました。はい、えーとで。まあ、あの今紹介した内容が概要なんですけれども、この本の中にはですね。もう少しそのテクニカルな部分。今あの7点紹介した。 えーまあ、ポイントをですね実際に実行していく中で、まあ、どういうテクニカルな方法があるかっていうのを、まあ、後半書いているような、えー、内容でしたで個人的にはですねその、まあ、内向的というところと、まあ、人脈というところが、まあ、自分に引っかかって購入した本なんですけどもやっぱりその内向的と言われてきた人たちっていうのが、まあ、これからあのソーシャルメディアとか、まあ、SNS 等をですね使って、まあ、活躍していく時代かなというふうに思ってますのであのそこに着目して書かれた本であるという点については面白かったかなと思います。 はい、はい、今日は以上になります。ふ、えっとまあ、普段毎日本をご紹介しているんですけれども、よろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。またコメント欄にですねあのこれつまんないなとか、これ面白いなとか、ですねこの本面白いよっていうのはおすすめの本とかいただければあの、必ずリアクションするようにしてますので、よければぜひよろしくお願いしままますすす普段のの活動の励みににななりり、はい、今日は以上になります失礼します。